いらっしゃいませ。ニューレディの肉の工事肉用です。本日のご質問は、人生やり直すとすれば何歳が限界ですか？わかる。綺麗事に聞こえるかもしれないんですけども、私は何歳からでもやり直すことができるというふうに思っています。私も42歳で会社員を辞めて女装専業になってますし、それでもまあなんとか生活も回っています。ただそれに至る準備や鍛錬や努力は必要です。諦めている人は努力をするのが面倒くさいという人が多いと思います。いつも思うんですけども、過去には戻れないですし、今日という日が常に人生で一番若い日です。林修先生のいつやるの、今でしょっていうのが広く受け入れられたのも、そう考える人が多いからだと私は思っています。辛いことがあった時なんかは、中島みゆきさんのファイトという曲でも聞いて、諦めという名の鎖を身をよじってほどいてみてください。ただあまり気負いすぎるとポキッと心が折れてしまうこともあるので、ニヤニヤしながらしなやかにエレガントに変わるのがうまくいくコツのように私は思います。あなたもニヤニヤしながらしれっとやり直していきましょう。続けていればきっと変わります。頑張ってください。以上、こんなん出ました。よろしければチャンネル登録と高評価お願いいたします。またねー。